継続してきたことが出せてますし、まあ、慌てないで後ろで対応できているのがまあ要因かなと思います。重要な一戦ですけど、まあ、変わらず今まで1年間やってきたものを出すだけなので、まあ、本当前の試合も、岡山まで、あんなたくさん来てくれましたし、山形でも応援してくれた方がたくさんいて本当にパワーになったので、またそのパワーを借りて、絶対にしたいなと思います。もうゴール取るしかないんで、まあ、そのゴール取るためにやっぱり自分の良さであったり、まあ、自分の良さだけでも点取れないことがあるんで、まあ、やっぱりチームのために走るっていうのは心がけて別に自分たちはもうプレーオフ6位で滑り込んで入ってるんで、J1 のチームであろうが、まあ、どこも今からやっていくチームは上のチームなんで、まあ、失うもんないし別に怖いもんないんで、全部叩いていって潰しています。